皆さんこんにちは、ホイチョイプロダクションズの馬場康夫です。さあ、というわけで漫画好きのための漫画専門番組マンドー小林第72回はスピリッツ創刊40周年スペシャルということで、気まぐれコンセプトのホイチョイプロダクションズ馬場さんとスピリッツの40年を振り返ります。馬場さん、この番組出演してみていかがでしたか？下ネタの話ばっかりでしたね。そうですね。ただ下ネタを除けば放送できない話ばっかりでしたんでオンエアは下ネタばっかりになるかもしれません。お見逃しなく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は2本立て。いや、朝日ロスがやっぱ今となってずしっときましたね。そうですね、うん、朝日ナグ完結記念で小崎愛先生のところに朝から行って、はいはい、その後は小学館に行って、ホイチョイの馬場さんと、はい、スピリッツの40年を振り返るという、うん、豪華2本立てということで、馬場さん、馬場さんはやっぱもうそのままの人でした ね、 ね、すっげえ面白かったです、ね、やっぱ80年代から90年代初頭にかけてのバブルの匂い残した下ネタ大好きおじさんっていう、ね、最近なかなか会えてなかった人種というか、ね、よかったですね、うん、ああいう大人になりたいと。なんかトンネルズの香りしましたもんね。なんか、まあ、うん、確かに、はい、いいバブルの匂いしましたね、はい、いやちょっと今夜も、まあ、どこまでちょっと放送できるかは分からない。そうですね、うん、収録しながら大丈夫かなと。お任せしますそれは、なんとかショートしないようにちょっと頑張りたいと思います、はいはいはい。